大変お待たせをいたしました、愛沢一郎でございます。10% に引き上げをされる際に、その 2% に当たります約2兆円分をですね、子どもの教育費の負担の軽減に充てようということで、使い道を変更することといたしまして、そのことをこの度の選挙戦で皆様に訴えをさせていただいております。これからもですね、子どもを安心して育てられる環境ができるようにですね、皆さんの声をしっかりと集めまして、愛沢候補に私自身も届けてまいりたいと思いますし、皆さんともにですね、この江南地域をですね、良くしていけるように努力をしてまいりたいと思います。どうかの皆さん、もう選挙戦も終盤戦に差し掛かってきました。投票所に足を運んでいただきましてですね、自民党の愛沢一郎、そして比例区は公明党、もしくは自民党とですね、書いていただきまして、投票所にどうか足を運んでいただきたいと思います。この度の選挙戦は愛沢候補にとっても大変厳しい、激しい選挙戦となっております。新しい政党ができまして、構図も今までと少し変わっております。何としてもですね、愛沢先生には11回目の国政の誕生、国政にもう一度返り咲いていただきたいと思っておりますので、どうか皆さん、友人知人に声をかけていただきまして、投票所に足を運んでいただけたらと思います。皆さんのご支持ご声援を引き続きよろしくお願い申し上げまして、小林校長の挨拶に返させていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。衆議院が解散をしてから、にわかに次々に新しい政党ができました。皆さん、どの政党に日本を任せたらよいでしょうか。主人は今、北朝鮮の問題、そして医療、社会保障の問題、日本の国がたくさんの課題を山積しております。こういう時こそ自由民主党がしっかりと襟を正して、これまでの経験を踏まえて責任を持って政権を担っていかなければならないと申しております。この度の岡山1区の選挙、大変厳しい状況にございます。どうぞ皆様のお力をお貸しください。一人でも多くの
様にお声をかけてください。主人が立派な成績で挑戦をさせていただきますように、皆様のさらなるお力を心からよろしくお願いを申し上げます。今日は本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。コーナー産婦人科の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。コーナー産婦人科の皆さん、本当にありがとうございました。東京から診療お忙しい中、本当にありがとうございました。